こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。脳の萎縮は怖くないというお話です。神経細胞は1日に10万個死滅していると言います。確かに私たちの脳の重さは20歳代で最大になり、それ以降減少していきます。しかし50歳代までは非常にわずかな減少であり、それ以降は急激に減少して隣り合う年代との差がはっきり現れます。80歳をピークにその後の萎縮は軽減して、90歳も100歳もあまり変化していません。このような軽視的な変化を見ると、この1日10万個という数字はどうも信用できません。とはいえ高齢になると脳の機能的衰えは確実に起こってきます。感情や記憶を司る海馬の細胞も60歳代では 20% が失われるといいます。しかし高齢になるほど脳の萎縮に個人差がはっきり出てきます。その中で100歳までしっかり元気で知的な生活をしている人の脳は萎縮も軽く、何より重要なのは脳全体のバランスが大変よく保されているのです。特に大脳皮質では6層の円柱が無数に林立している形態を示していますが、その6層の階層がまとまって消失している場合はネットワークにはほころびが起きません。しかしこの消失が地震で見られるように2階3階だけが壊れた状態になると、病的な症状が起きてきます。そのような状態になる主な原因は梗塞や血栓や出血などの血管障害です。つまり脳細胞に行き渡る栄養のばらつきや偏りが生まれたり、血液の毒性により脳細胞がやられてしまうからです。ですから体の健康を維持することが脳のバランスを保つ一番の健脳法であるわけです。では本日の話はこれで終わります。